歴史を感じる建物が並んでいますね。いや素敵だな。結城市はかつての城下町、江戸から大正時代の蔵が残っていて風情ある街並みが人気だな。いやいい雰囲気のお店がありますね。入ってみましょうか。ここは明治時代の蔵を改装した和カフェ、手作りのわらび餅を乗せたパフェやヘルシーなランチが人気なんだよな。わあすごい、お野菜もりもりですね。ちょっと私自身腸活にハマってるっていうのもありまして、はい、その麹を使った人参ドレッシングや、あとはちょっとヘルシーに豆腐ハンバーグついたプレートとなっております。私もあの腸活ハマってるので。あ、そうなんですね。もうぴったりです。わ、嬉しいです。豆腐ハンバーグ、あ、おろしがいいですね。おいしい。あ、よかった。柔らかいですね。これ満足度すごくないですか。さらに市内には町屋をリノベーションした一棟貸しの宿もあるんだよな。こちらはもともと畳敷きになっていまして、はい、宿にするにあたって板張りに張り替えたんです。ゴシックな色合いが落ち着きがあっておしゃれですよね、はい、わあ、素敵。キッチンになっておりまして、はい、家電や調理器具は全てお使いいただけますので。え、お料理してもいいんですか。はい、家族や友人たちとなんかこう落ち着いた時間を過ごせそうだなと思って。いや、なんか素敵な宿ですね。近くにある蔵サウナも人気なんだよな。この秋は茨城へ。魅力を知って茨城推しに。詳しくはサイトをチェック。